放送局じゃないですか。放送局ではないです。内閣府放送局とかでもやるんじゃないかと思うね。皆さん、あなたたち今秘密の保護に関する法律、これをどう考えてるんですか。これはですね、私たち多くの人々が反対している法律なんですよ。そこのところをどう考えているのか、ぜひ我々の前に来て話しなさい。ここにいる多くの人たちが今回の市民総選法に関してパブリックコメントを求められたときに、パブリックコメントを提出した人たちが多くいるでしょう。なんとあなた方放送局、それから内閣調査室、パブリックコメントの期間は非常に短い、たったの2ヶ月、ごめんなさい、たったの2週間、何をそんなに焦ってるんですか。しかし、そのたったの2週間の間に集まったパブリックコメントは9万件、その国民の意思をどう考えているんですか。そしてパブリックコメントの結果と称してあなたたちが出してきた A4 1枚半の文書、叫んだ、あれは何ですか。ただ反対が8割、そう書いてあるだけじゃないですか。公開しろ。あなたたちはパブリックコメントを何のためにやってんだ。ふざけるのもいい加減にしなさい。ただ単に国民の意見を見せ物にするだけか。これが国民の意見だ。日本家庭にちゃんと反映してください。このままあなたたちが秘密裏に法案をどんどん進めていく、今国会で25日に挑戦されようとしている国民はそんなことを黙っているわけはありません。多くの人たちが反対しています。内閣府の皆さん、法制局の皆さん、ぜひこの法律を民意を受け取って廃案にするよう、あなたたちも動き方があるでしょう。この法案を出し物にしてください。